録画開始して、あれ、いつから撮れてない？判定そうしなきゃいけないんです。高画質すいません、どっから切れてたか分かんないです。秋吉台にどこまで撮れてんだろう。なかったです。 iPhone 切れた、 iPhone 切れた、 iPhone 切れた、 iPhone も切れた。なのでちょっと時刻が合わせられない。 合わせられない。どうだろう、これ GPS の画面で、確か、あ、時刻の、時刻、次々と切れて、時刻、ここで時刻出せるか。タイムオブデイ。よこれで見えるか。語りすぎ、イエス。5時21分、17、18、10か、20、21、22。現在地は、どのあたりだろう。読めるかな、これ。今、GoPro の方にGPS の時計読ませようとしてます。映るかな。ちょっといろいろこう角度変えとこう。こう。映ってない。で、せーの。これで、ステンシステム。爽やかに。大丈夫だよな。今、録画できてます。そう、秒単位で合わせるんですよ。そうしないと、GPS ログと重ねられないんで。パンがそうですか？何そんな受けてんすか？なんでそんな受けてんすか？バカにしてんすか？バカにしてんすか？あ、自動車、確かに。カチンコが欲しいんですよね、カチンコ。それか、バカにしてすみません。それか、PC 通して、配信にも GoPro の音声入力にも両方入れられればいいんですけどね。やっぱりマイク2個使うかな。その方が早いか。その方が確実な気がしてきた。几帳面というか、後で合わせるの本当大変なんですよ。この間、時刻が分からなかったんで、現在地は、別府だ。別府郵便局前です。別府って言ったら、ベッパーがいるとこじゃないですか。なんでここに別府って地名があるんだろう。別府とは特に関係ないですよね、大分県の。別府踏み雪。別府、雪に見えますね。温泉。北別府。で、別府っていうのは、ユースホステル、別府のユースホステルで、別府のユースホステルの常連さんが別府って名乗ってました。日本中にあるんですか？本当ですか？別府ってそうなんだ。今ここは iPhone が切れたからです。どうしようかな。別府、今ここがですね、 iPhone が充電する先がなくて、今ここに給電するバッテリーがもう残ってないんですよ。どうしよう。PC から、パソコンでできるのかもしれない。ただ、水きれい。ちょっと今 PC がバッテリーから給電されてるんで、その PC から今度は、予約を。ありがとうございます。おお、虫あり、羽あり。電話は、そうですね。いや、パソコンはですね、まだ外部から給電されてる状態なんで、そもそもそこから分岐させざるを得ない。そうか、PC からできない。PC は、オーディオデバイスと、USB カメラ、ウェブカメラ両方使ってるからダメだ。給電できない。何持ってる？しかし確かに電話が使えないのは問題ですね。で、割とどうしようもない状態だな。スカイプですか？そういうの何もやったことないですよ。スカイプ普段使ってないんで。スカイプ一時期使ってたけど、すぐ使わなくなってしまった。
充電器、そうですね、今何時、25分か、あ、結構やばいですね。生配信、入れ替えしないと。こっちももう切れてるよな。レフォーさんにバッチリ充電してもらったのに、充電の順番が、充電がうまくいかな、順番をうまく考えてなかった。そう、宿に。まあ、とりあえず、次は取りましょうか。待てよ。これは、6時からの配信にすりゃいいんじゃないか。あ、勝彦さんだ、ここに書いてあるの。6時からの配信にして、その間充電しときゃいいんじゃないか。GoPro の方は録音できてるし、それだ。というわけで、じゃあ、6時からにするなら、でもこれだと予約は今すぐはできないよな。まあ、その代わり今すぐは切らずに、ギリギリまでで15分 iPhone に充電すれば、少しは、電話を受けるぐらいには復活するはず、受けられるくらいには。じゃあ、この枠は一応最後までやりましょうか、じゃあ枠取っときます。豆ライブ、あ、そうです、会の方です。プラスっていうのあるんでしたっけ？優先度。iPhone の充電、少なくとも 10% ぐらいいくと思います、10分で。あ、予約は早めに今、取ろうとしてるんですけどね、取れるかな、これで。ちなみに、今使ってるのは、多分おとといの配信でいただいたシルバー。仕事では、そうそう、それもありますね。17時半じゃなくて、バッテリー、これ L サイズです。この後ろ出っ張ってるのが L。18時からで、確認で、待てよ、これ今、前の枠の情報を再利用しなかったっけ？あ、大丈夫か。一般の人も、じゃあ、あと1分ちょいしかタイムシフト予約の時間ないんですね。できました。できましたので、この格好でこの間乗りましたよ、私は。身延線に。一般の方、これで予約はできると思います。1分ちょいしかないですけど。暗闇配信、日暮れになりそうですね。よし、じゃあこの枠が終わったら iPhone を充電して、そこから GoPro は録画続けます。で、PC からの USB 端子を使って iPhone 充電して、あ、待てよ。PC、あ、そうか。GoPro 充電しなきゃいけないとダメか。難しい。あと、デカバッテリーが今どんだけ残ってるかチェックしてないんですよね。だいぶ残ってるはずなんだけどな。というわけで、一応解決。ただ、今電話、宿から緊急連絡来てたらやばいです。あと、実家からなんか緊急連絡とか来てもやばいですね。ん？何ですか？え？峠ある？峠あるんですか？この先。それはちょっと、ホテルは、民宿青い海と書いて、トンネル。よかった。今から100メートル以上の峠登るとなったら、結構、まあいけますけどね、足は今日全然、まだ使い切ってないんで、いけるけど精神的にダメージ食らうとこだった。なんてことがありません。私も普段ほとんど乗らないですね。ケーキは嘘。あ、清志台は20分ぐらいですね、歩いたのは。トンネルは峠？でもトンネルのとこまで登るっていうのはありますね、ある程度。
なんだこれ、あ、別府弁、弁天池か、別天池と間違えた、別府秋吉と、結局道の方に行かなかったです私は。秋吉台のカルスト台地だけ見てきました。で、まっすぐ13キロ、21キロで長門、13キロがマイン、ミネって読むんだっけ、あれミヤじゃなくて、あ、弁天池、この近くのですか。しかし今日はもう寄る時間がなくて残念。長門、名前みたい、戦艦みたいの方が、あ、どうだろう、うん、今日はムラムラなのか。あ、弁天池、弁天池ってここだけなんですかね。あ、まあでも、別府弁天池でいいか、言いにくいな、別府弁天池、別府弁天池、あ、津川、あ、別府弁天池、ここに、ああ観光スポットテレビの中継、それはない、そこまではない。ん、なんだといける、21キロだったら、今5時半だからやっぱり7時過ぎますね。このあと急いで後ろのバッグから iPhone 充電ケーブル取り出して、PC の USB 口からiPhone につないで、で、それで18時直前まで粘る。ん？何携帯放送？ん？テレビの中継がってことかな、今のは。画質、ああ。っていうか、そういう、あの、一般の、まあ、民生って言い方するのかな。この我々がやってるような、こういう仕組みを使ってやってるんですかね。そういう、昔あの、フォーマのテレビ電話を使ってなんか番組中に映像が出てくることありましたね。あの、離れた場所のおじいちゃんとおばあちゃんに孫の顔見せるみたいなシーンをニュースでやってて。カエル聞こえます？あ、 FMLE、 そうなんですか。へえ、トンネルアームですね。ん、フェイスタイムやったことないです。あの、顔同士付き合わせてる通話っていうのはほぼやったことないです。ん、食べ終わってる、なんだろう、昼ご飯だったら焼きそば食ってきました。あの、大正通りって観光地で店が並んでる中で唯一あの人が並んでなかったところにペヤングソース焼きそば、ソース焼きそば500円の大盛り650円。本当はあのごぼう定食っていうのがあったんで食いたかったんですけどね。終わりました。ごぼう定食、あのごぼう、あのメニュー見たらちゃんとあの野菜のごぼうだったんで、私ごぼう天とか大好きなんですよ。うん、これなんで、トンネルはこの先ですか。あ、行かなきゃいけないですが、そう、並んでない店ですか。なんか鉄板が1枚使えなくなってるらしくて、あの、複数のお客さんが入ってくると30分ぐらいかかってしまうんですけどって言ってましたね。私はそんな待たずに済んだんですけどね、一人前だったせいか。あ、ハトだ、ペヤング、ペアヤング、鳩の檻見たの2回目だ。鳩箱、ニワトリだ。前あの津久井湖ってとこでやっぱり鳩の飼育してるの見たことあるんですけどね。
あそこに見ますね。キュンキュン言ってますね、あの犬。1000キロカロリー。あ、そういうの可愛い。あ、トマト。あくびした。あ、ちょっと食べる。あ、ずっと切れてるんですね。ペアヤング。このほど行ってもいいかな。あと映りました。ラグがあるのかこれ。頭がペアヤング。ん？何屋さん？キンチャーラーメン前食いました。サンドパル鳥取さんで軒先借りて。サンドパル鳥取さんのツイッターアカウントはかなりつぶやかれてますよ。サンドパル、ここ電車元ですかね。あれは二郎はちょっと二郎じゃない、二郎は麺少なめ、野菜へしへしでお願いします。山口県ペヤングは売ってましたよ。超大盛りの昨日のセブンイレブンで見た。ん？結構ハトとニワトリと犬と、あともなんかもう小さい売りがあったな。売りというかケージが一緒か。アマゾン、まあ買って食べてみてとおすすめする。いやいや店長本当ですか。コンビニで今どこでも買えますよね多分。あと普通にはまだん唐揚げ。この先はトンネルか。夕方だけど日が綺麗。斜めの日が。アマゾンは離島とかだと制限あるんでしょうね。綺麗なところに。まずくはないと思います。まずくはないと思います。私は。あ、お疲れ様です。じゃあ18時から、次は18時から。最後切れて終わったのかな。じゃあそのあたりで、よしよし、お疲れ様です。あ、峰先生と、電波薄いみたいですね。18時に、さよなら。繋がってたんですねちゃんと。今の最後のあたりは、うわ虫。お疲れ様です。電波、うん。ついて、今ついてません。私の足じゃつきません。じゃあここで iPhone 充電しよう。充電に切り替えよう。まだ放送中かな。あれ？どこ行った？ディスコネクト。あれ？ん？ちょっと。あ、お疲れ様です。あ、あった。まだ走り、いや、18時からまだ走る放送あります。終了しました。今の本物ですよね。さてじゃあ、あ、そうか、オーディオケーブル抜くと、録音が止まってしまうのでこっちを抜いて接続して
て、で iPhone つない、つない、出た。あれ？あ、よし、充電始まった。あとは外部バッテリーの残りは、あ、まだだいぶあるな。OK。じゃあここから GoPro の方だけでいきます。5時41分あと19分で次の放送再開。あれ？トンネルは？まだ先か。ここまであと18キロ。
あれ下ってるな。ああ、地球止まったか。何ですか。あれ合流してしまうな。ってことは線路沿いか、止めるって。左行って2キロで道の駅を往復。私は右の長門に向かいます。日に当たって風がちょい冷ためでもちょうどいい。でもこれ昼はもう暮れるからすぐ寒くなりますね。車両だけど二段階とすればいいのか。こうすれば。あれってこういうのは二段階として言わないんだって。裏道ないかな。ちょっとあるな。あ、でもちょっとアップダウンがある。やめとこ。やばまあ急がないと迷惑かかるし。幼稚園みたいなパン屋さん。あ、そうだ、 iPhone ちゃんと充電できてるかどうか。うん、 5% か。まだまだだな。夕暮れもいい。日が暮れたらまた感想変わるけど。こういう日が傾いて影が長い道を走るのもいいですね。そうか、 PC の、あ、いやでもなんか
難しいな。今ちょっと iPhone うまく充電する方法思いついたと思ったらやっぱりダメだった。西日とは言っても GoPro の素子の同じ箇所を太陽の光当て続けていいのかな、直射日光に。まあ目で見られるくらいの状態だからいいのかな。港まで16キロ。そろそろ山の陰的に日が暮れてるところが増えてきた。全然下ってる感じしないな。海に向かってるはずなのに。してる。
うわ、あの家のすぐ近くはあれ崩れた跡かな。まだ列車が通んないですね。幹線の線路。お、あと2分ちょいか。あっち行けよかった。あっちの給水行けよかった。59分でギリギリやろう。下ってないな。川下に向かってるんじゃないんだっけ。あ、ギリギリすぎた。来てない、すみません。よいしょ、よいしょ。すいません、ちょっと遅刻しましたが、
59分になってから始めたもんで、ギリギリまで充電しとこうと思って。よし、じゃあいらっしゃいませ。 iPhone これで結局何パーまでいったかな。ですね、12パーまでいってたら今ここ出す。13パーだった。じゃあ今ここ出します。お、いらっしゃいませ。12パーで多分2パーぐらいで切れると思うんで、10パー残ってればあと1時間持つんじゃないですかね。持たないかな。はい、いらっしゃいませ。はい、普通送信中成功。よし、あ、今これ言ってますよね、通信速度。ちょっと不安定だけど、結構不安定だな。車を、いらっしゃいませ。大丈夫ですかね。じゃあ行きます。大丈夫ですね。鉄道合流しました。さっきからまだ列車一本も見ていません。あと峠とかトンネルって見つからなかったんですけど、この先ですかね。まだここに来るまでほんのちょっとアップダウンあったけど、あ、先か、なるほど、了解です。これ左がこの単線の線路が走ってますね。じゃん。で、これか、海に向かってるから下ってるはずなんですけど、1時間今日ぐらいですね、7時過ぎぐらいに着きそうです、何もなければ。なんか全然これ下ってる気がしないんですよ。どちらかというと緩く登り続けてる気がする。あ、そうだ、忘れてた、お茶飲もうと思ってたんだ。現地アリは今日免許取るときしかやったことないです。あ、トンネルまで、なるほど。何機体？15人以上機体って聞こえたけど、何の聞き間違いなのか。ダメだ、ゴリラなんとかって聞こえただけだった。飲みすぎ、すいません、聞き取り能力低いんですよ、わざとじゃなくて。またどうぞ。登ってます。交流拠点都市ミネシエ。で、反対側にはようこそって書いてあるんですね。ん、まだ乗りませんか。ようこそ高級。あ、夕飯。そこも6時ですね。で、ミネシから何しに入ったのか分からない。トンネルとこが境界線か。ミネサーキットってなるんですか。ここの？ん？な、何が山口？ダメだ。車の音で、音量下がってしまうとボリュームが聞こえない。お酒を。私はだからまな板の上の魚ですね。こいじゃ、酒の魚的な意味で。だらだら登ってますというか、そこそこある。黄色でございます。山口県ですから。ガードレールは夏みかんでできています。いや、この黄色は山口県結構あちこちそうです。夏みかんのイメージなんだそうですが、確か正解だったはず。色変、イエス、黄色いガードレール、かなり昔からみたいですよ。トンネルほどじゃあ
ん、この道のことですか。夏みかんは、ああ、甘夏っていうのもありますよね。和歌山、うん。あ、萩、本当ですか。あ、その図は知らない。ホテルチャチャラグーン。マンダリンオレンジ、何でしたっけそれ。温州みかんと何か関わりがあったような、なんかアトラクションがありそうなっていうですね。何これ、何これと私いつも言いますけど、つい口に出る。岩盤浴カプセルって何ですか。あの回復用カプセルみたいなやつ。そういう系のホテルじゃないのかな。あ、ん、飛び尽くした。あ、ホットラブホン、何ですかね。岩盤浴カプセルっていうのを導入されてましたけど、そんなもん必要なんですか、こういうところに。いや、こういうところ、そういうラブホ的なところに、ラブホ的なところに、ラブホですよね。ルテホ、あ、これ大賀峠って書いてある。いや、これ山口だからダオって読むんだっけ。大賀ダオかな。ライトライト、かすかに聞こえる。車が来なくなったから読み上げはなんとか聞こえるぐらい。ん？ポツボすぎて嫌だな。結構長い。車来たからまた黙ります。まだ読み上げなんか言ってる。繋がってんのか。で、またトンネルがある。出た先に。ん？自転車何？自転車禁止なんたら？出口、繋がってんのか。なんで こっちに来てからトンネルは繋がりっぱなしなんですかね。変ですよ。どっか中継してんのかな。長かった。予想外長かった。今の本当1キロですかね。迂回路あります。今来ました。 なんとふれあいハウス、きねつき餅、花お寿司、まあ今やってない、あの今閉まってますけど、秘密基地、トンネル中に何かあるんですかね。で、長門市入りです。で、さ、ん？あ、近くに。さっきあの大賀峠って私読んだんですけど、山口県確か峠のことをダオって読みますよね。タオとかダオとか。だからさっきのも 大賀ダオとかなんですかね。ん？なんて。繋がってますか？
ん、反対側で、あ、トンネル歌っても、今何歌おうとした YMCA とか口をついて出ようとした歌は YMCA。 ん、あっちの方の田んぼとか綺麗なんだけど、うん、反対側でずっとなんか棒読みはつぶやいてたみたいですけどね。よいしょ、ん、検査まだ来ないです。あれ、線路どこ行った、 あれか、またトンネルです。ん、この人から手が出たことがある、ふれあいハウス、木根付餅、見慣れた景色、この近くの方ですか。雨具、雨が降ったりやんだりの間に、あのここに縛ったり来たりしてたやつまた来ます。ん、下ネタ、下ネタ、下ネタは結構苦手かもしれないが、割と苦手かな、でもたまに行ったりしますね。うん、女性の霊が適当なこと言うな、適当なこと言うな、今の乗るべきだったかな、乗りツッコミすべきだったかな、そうそうそう、違うわっていう。そろそろ、うん、深いから、うん、とりあえず上着、雨具羽織りました。あ、なんかこの人、やった、生主さんなんですかね。ただ、別にニコ生やってる人だとは限らないですよね。あとこの状態だととてもじゃないけど車止まれないでしょう。ちょっとこれ前も閉めとこう、あ、すれ違いました。自動無料延長オンにしてたっけ。あ、捨てた、問題なしって、あ、転送速度出てないですね。というわけで今また止まってますね。軍手じゃない、あれ、ま、あれ今の、じゃあ今繋がってるんですかね。下仁田、下仁田といったらネギミネーション、コミュニケーションじゃなくてネギミネーション、違う、イルミネーションじゃなくてネギミネーションだ。ネギミネーションが一体何をもじってたのか分からなかったんですよね、最初。コミュニケーションだったらネギミネーションになるし。ん？駅は車？あ、そういえば駅見てないな。一駅ぐらいは。あ、iPhone は今復活してます。今ここを出してます。13% まで復帰しました。あ、ライコさんいらっしゃいませ。あ、上着一枚着ると暖かさにホッとする。このウィンドブレーカーとかの類の役に立ち具合といったら、特にウィンドブレーカーなんかあのペナペナなのに、あれ一枚あるとないのとで全然違いますからね。うん、今結構寒いです。交通量多いですね。10キロだからあと1時間かからないぐらいだと思います。
今6時15分だから、うん、まあ7時10分、いや、わからんな。でもここから先はもう大体登りなさそうだし、たまに何自己アピールっていうのは、私は今頭のてっぺんにあの四角いビデオカメラがついてます。小さいやつが傍から見るとなんだろうな、サイズ的に何でしたっけ、何の呪文でしたっけ、あれは。うん、ライト、ああ、そう、去年末のあれは佐田岬じゃなくての、あ、違う、野生馬がいる、野生馬がいる、と、都井岬だ、都井岬、あ、晴天ですか、こっちの方ですかね。登りがなければまあ1時間以内には着きますね、さすがに、さすがの私も。今のありがとうございます。何を答えたんだったっけ。たまに豆腐、うん、豆腐結構近いかな。ん、役立ちますよね。今日はあの長門市駅の近くの民宿に泊まります。カナダから教えていただいた、全くあのわけわかんなくなるような説明わざとしてますけど、カナダからの情報によりあの長門市駅の近くの民宿を確保することができました。で、コメント飛ばしてすいません。金田、あの3をつけるような、あ、なんか死んでる、あ、今の犬か、なんか犬が引かれて死んでるみたいでした。 GoPro だと多分視覚広いから映っちゃったんだろうな。パッと見キツネかなと思ったんですけどね、多分犬だと思います。このヘルメットは前に向けたまま目だけで見たんですけどね。野良犬、うん、白っぽかったですけどね。ん？何の人？決めたかったです。あ、湯本温泉ですね。長門湯本温泉ですね。いや、そこの宿も実は検索したんですよ。そこしか、長門って言ったらほぼそこしか宿出なかったんで。カメラマウント、とりあえずですね、人にビビられなければ私は迷惑かかってないと判断するんですけどね。あ、ずっとさんいらっしゃいませ。何駅？あ、今日民宿です。長門市駅の近くです。渋木駅はどこ？ん？マウンテンバイク乗ってますわ。え、今の、いや、ずっとさんかな。じっとりさんは鳥取の方です。右側に、ん？もう過ぎてないかな、大丈夫かな、ん？第 5？ あ、もうちょい先か、あれか、あの緑色のようなあれか。そう、カナダのさくらさんからの、お、交差点ってあれどうやって行くんですか、あれ。あの川が手前にあって渡る橋とかないように見えますよ。住んでる、あ、確か住んでるのはお住まい島根でしたっけね。うん、あ、今日は凸の方にですね、昨日の夜から今朝にかけて秀坊さんという方にあのバッテリーを家で充電していただくというものすごく助かることをしていただきまして、手前、あ、手前っていうのはあの曲がるとこがやっぱり過ぎてしまったのか。あ、じゃあちょっとそのために戻るのもあれなんで、遠目に、また隣ですね、遠目に写真だけ撮っとこう。そう、あと秀坊さんのおかげであのウェブカメラ復活しましたよ。充電したら、その話題は今日で2回目だったかな、3回目だったかな。ノート PC とかの消費電力考えるととても足りないんですよ。よほどノート PC なりなんない配信機材が省電力にならないと、かなりうるさくなってますね。そうというのと、あと途中で秋吉台で島根にお住まいの方に嫁いただきまして、その方もその秋吉台から戻ってこられるところだったんですよね。
食料、あ、私カエルは料理が出てきたら食いますよ普通に。カエル肉は全然抵抗ないな、食ったことないけど。ん、時間を増やせる一人。うち花、なになに、アンドロイド、あ、本体のしか使えないってことですね。うん、食ったことないけど抵抗ないです、鶏肉らしいし、うん、いや、もしかして食ったことあったっけ、いや、ないはず、ないはず。ささみですか、ケンタッキーの、本当ですか、ケンタッキーの調味料が使ってあったら本当に似てるんでしょうね、鳥と似てるっていうことであれば。ヘビも生じゃなければ私は多分食えるだろうな。アンドロイドで配信しながら棒読み確かできるんじゃないんでしたっけ、できたよね。じゃあ黙ります、これは狭いな。ライトのバッテリー弱くなってきてるか。落ちるよ、うん、あれライトこれ弱まってる。私はベジタリアンではって答えてしまった。トンネルの中だと集中するつもりが。ふぅ、行けた。ライトが、うん、環境、うん、トンネルあたり狭いと厳しいですね。ライト、炭酸電池の、あ、そうか、炭酸電池の意味もなくなるんだった、今日宿泊まれなかったら。ん？何やらせが、そう、幅寄せってこの間配信中になんか、あれ何の時だったっけな。前に出てから寄せてくるんじゃなくて、すぐそばを通っていくっていうのされた時に、あれは幅寄せだって言われたんですけど、あれって幅寄せになるんですかね。前に出て妨害するんじゃなくて単純に近くを通っていくっていう。まあビビりましたけどね。うん、 1.5 メートル、それは全然空いてなかったな。まあでも自転車の横 1.5 メートル開けて取らなきゃいけないとなると、どうしても追い抜けないっていうところも出てくるでしょうからね。それ守ってると。トンネルだって、ちょっと待った、ちょっと待った。うん、私も車幅感覚全然なくて車乗れないんですよ、運転できないんですよ。慣れれば多分自分の体の延長みたいに感じるんでしょうけどね。お、あれなんか OK 重ねたようなピラミッドは、あれは、あ、歓迎湯本温泉、ここで、うん、山口県長門市、なんかあの桶で作ったピラミッド、うん、秘密結社。こっからはじゃあその長門湯本温泉郷なんですね。 OK。 そう、私車幅感覚ないんで、フリーメイソンって言うと私はモンティーパイソンネタしか出てこない。山口ラーメン食べてないです。そんなあるんでしたっけ。前は 徳島ラーメン食いましたね、 こってりしたやつ。私は今運転したら怖くて運転できない、やっぱりどうしても。あんないろんなことが起こせるものを運転できない。タスペーパー20年超えました。徳島ラーメン、あの生卵入ってますよね。ん、ニュースに、メイ、ん、博多どんたく、あ、タイミングどうだっけ。面白い、突き上げて、いや
どうでしょうとか別に言わないですけど。どんたく中継。ガードレール黄色いですよ。ここは山口県だから、山口県のガードレールは本当に黄色いんです。前来て初めて知った。いや多分前私はこの峰、この山口県峰市ってさっき通ってきたあそこ前走ったことあるんですよ。太平洋側の方ですけど気のせいですか。その時に気づいてないんですよ私は、ガードレール黄色いなっての。多少悪い尿の色ですかそれ。おー、あとですね、去年の、あ、一応来てない。今何分だ、26分、ちょっと延長じゃあチェックします。7キロ半、うん、7時過ぎに行きますね。日が暮れて真っ暗になる前に着くかな。おっと、博多鳥もんですね。あれもなかなか美味しかったんじゃなかったっけ。延長、できてないな、なんでだろう。自動無料延長。川沿いは道は あるな、あそこあるな。うわあそこ行って、旧道があった、本当ですね。次無理やり旧道行くか。これはなんだっけ、峰線だったかな。今延長しました。ただまた延長終了失敗詐欺になるかもしれないんで、切れたら30秒から1分ほどお待ちください。塗装会社、本当ですかそれは。今ここ多分出てると思いますよ。あの枠説明の今ここ URL ってやつを見ていただければ。黄色いですね。いや戻ってはいかないが、戻ってはいかないが、そこ渡るん、月平、そう、まあほんのちょっとしか続かないですけどね。白でも塗装は、うん、そうですね。これ行きます。止まりますよ。どっちが、ああ今ここの雨、ようやく今日午後になってやみましたよ。2時か3時手前ぐらいかな。それまでずっと小雨で、もうどうしてやろうかと思いましたよ。ボテクリこかそうかと思いましたよ。あ、そうそう、河原思い出した。途中のその秋吉台に向かう途中に家の河原が全部赤いやつだったんですよって人がいた。赤いやつだったんです。あれ 何瓦って言うんでしたっけ。なんとか州瓦、何瓦だっけ。ちゃんに取れたのに。あ、石州瓦か。州は覚えてて、それは合ってたんだ、よかった。よかったって別に意味ないか。うん。あの旧道に先入ればよかったんですね。この橋もいい味出てますね。好きだ。おにぎり。あ、岩見の国の石州ですね。あ、石州ってあの石の石なんでしたっけ、石州。赤州じゃなくて。忘れない。結婚してくれ、結婚してください。いや、私とじゃなくて。もう、公民館みたいなのいいかな。うん。2時間は、うん、え ?2 時間、嘘つくな、嘘つくな、2時間ないですよね。あと30分ですよ、日暮れまで。こっちは田舎、まだそんなに。この辺りはでも、あの飲み水に困、水分補給に困るようなところじゃないんで、まだまだ田舎レベルはまだまだ上がありますよ。でも田舎って人が住んでてこそ田舎なのかな。ん、お、ん、今のパラッパタンって音なんだ。え、なんか落としたっけ。
落ちるようなものは何もないと思うけどな。ゴミ落ちそうか。いや、車が何かを段差越えた音かな、今のは。海地帯ですね。あ、電波いいですか。テント、もうテントを落とす。あの具は繰り返さない。でもなぜかテントの新しいテントのポールがどっか行った。ポールもあるよね、ちゃんと。だから今私はあの落としたテントの時に残ったポールをと新しいテントの本体を組み合わせて使ってます。ん、画面の中央に何が、何かついた。あ、止まったのかな。ん、大丈夫ですよね。あ、GoPro もあと1時間しか持たないな。ギリギリだった。今のは何だ、何だ、 FMLE 停止か。ああ。プライマリーサーバーエラーか。あ、ダメだ。あ、通常配信だ。なんでだろう。なぜか FML が落ちましたね。で、プライマリーサーバーエラーだったんで通常発信にしました。電波良ければこれでもそこそこ動きますよ、多分。通常発信でございます。音質上がったはず。うん、堂々たる。うん、今のあのトマトの方じゃなくて、まあトマトはコンパクトなんですけど、電波じゃなくて FMLE が落ちてました。落ちてるというか、まあ切断されたのか。なんで私の配信だけ起きるんだこの現象。ここがあれか、湯本温泉の旅館街ですね。家の近くに。特定されますよ、特定されますよ。ML、ん、あ、そういえばそうか、延長詐欺には失敗詐欺にはならなかったんだ。横浜ってなんで登ってる。おお、本当温泉街ですね。さっきあの楽天トラベルでここの宿がいっぱい出たんですけど、一つも空いてませんでした。ん、明日は多分下関までたどり着かないと思います、私のペースでは。なので下関の手前のどっかの町に泊まって、足湯か。いや、ちょっと時間が。これは、国道じゃなくて、線路側にも道ありますね。確かに、いや。わっ、やばい。iPhone また切れそう。なので、ちょっと今、興奮しました。びっくりした。iPhone3% しか残ってねえ。あれ、もう切れてる。下の方は10% 台になると消耗早いのかな。ちょっと早すぎてびっくりした。残り 3% でしたよ、今。iPhone 電池へたってるのかもしれない。まあいいや、とりあえず予定通りのルートで行こう。車多いですね。よいしょ。なんかすいません、一人、ていうか、で、あの候補が出ないんですよね。5月当日だともうできないのかな。上りはこれは 4% か 5% ぐらいだと思います。丸ごと長門新市場。一人は多分、女の一人客、うまく断られるんですか、男よりも。
河原そばはこの辺でしたっけ。iPhone も1年以上、1年何ヶ月だっけ。ちょっとお茶、夕食ですね。とにかくやっぱり、で、ちょっと待って、女性一人旅ってそこは警戒されるぐらいにその自殺っていうのも多いんですかね。初めて知った。ここのビジネス用途、変わったな。なんてなんて、すいません、まだ聞き取れなかった。迷信都市伝説ってみたいなやつですかね。あ、スマホでの方がやっぱ楽でいいですよ。大見島のあの海か。今日行く旅館、あの海宿の名前はあの大宮だっけ、大見さんだったっけ。大見っていう宿なんですけど、大見島の海なんですね。取り物が、ああ、それはあるかも。あとですね、あの田原山温泉の英語訳が田原山スプリング、田原山ホットスプリングスから田原山スパに書き換えられてますよ。しかもフォントが違うから不自然だ。変な噂。ああ。テクスチャーが。飛び込み。ホットスプリングスが、ホットスプリングスって確かアメリカにそういう地名ありましたよね。どうでしょう、出てきた。何がいいね。あ、お疲れ様です。断られた。やっぱ一人は断られやすいのはあるですよね。あの旅館のコスト的にもあまり合わないだろうし。長田スカイまで5キロ、6時38分。ちょっと今安易に歩道走ってますけど、ここはどうだろうな。車との迷惑を考えると、どうでしょう、好きです。人が歩いてなければとりあえずいいと思うんですけどね。あの国に個室的ですよね、やっぱ。私は美女本を使うんですけど、まずユースがあったら最優先でそこ行きますね。ユースホステル、あの人と話せる可能性があるんで。私普段の生活では人と話そうとなんかしやしないくせに、旅行の時だけやたら社交的になるんですよ。一人だと、ああなるほど、それは確かにあるかも。歩道、まあ人が全く歩いてないのでってことで、ビジネスで、まあビジネスってだいたい一人でしょうからね。世界まで5キロ。普段はですね、会社でもろくに付き合いしない人間でございます。うちは飲み会に誘われたら行くんだけど、いやそこでは全然喋ってないです。私は趣味の時だけですね、こういう感じなのは。こういう感じでなんかすごくあの社交的で誰とでも付き合いみたいな風なこと言ってるけど、やさぐれています。今こうしました。あの iPhone がもう電池なくて、電話を受けられるようにだけはしとこうと思って。H さんと、そうですね、 H さん自転車乗ってるかな。歩いてないですね。飲み会は1次会で必ず帰る人間です。2次会まで行ったことは 1,2 回しかないな。なんかあの、
エイさん結婚してたらどうしよう、把握してなかったらどうしよう。とか、うん、いや自家で帰る人間ってだけなんですよ。結構強引に誘おうとする人がいようもんなら、私は本当になんか先に店を出て人がみんな集まる前にもういなくなってます。何に合格する方法本音が、んすごっ、うわう、天、そう忍者のようにスパッと、うん、イエス、こっそり帰ります。ん、おー、私は有無を言わさず帰るだけですけどね、有無を言わさず帰りましたが、うん、大学時代も、うん、そうですね、お仕事関係の、そうです、女ゲットできる、女ゲットって言い方に抵抗感じるんだよな、ゲットするものなのかよって思ってしまう。いや、そうじゃないな、やっぱりなんかプレイボーイを気取っている人が妬ましいだけなんだろうな、いわゆる爆発しろ系の感情ですかね、これは。深川川、ダブってますよ、川が。プレイボーイは爆発していいと思う。リゾートホテルエンジョイマリン、休憩、ん、休憩、あ、リゾートホテル、そういうこと、川ダブってる。でもなんとか川、川、川川ってありますよね、全国に。晩酌、いや酒飲めないって何回目だっけこの説明するの。晩酌の話はなんかこの旅行で妙に聞かれてるな、同じ人じゃか、晩酌の人。とりあえずあなたはじゃあもし同じ人だったら晩酌さんってことにします。言うは晩酌、男爵みたいでいいですよね。あ、じゃないんですか。プレイガール。勝手に。晩酌男、ん？晩酌犬、うん、あ、夜の配信多分風呂、まあ10時ぐらい目処で、多分でも着くの7時半、7時何分だ、危ないな、もうそれは今のはわざとじゃないですよね、なんかちょっと文字が違うからテンプレートじゃないよな、ノート PC の今の発電、消費電力だと全然足りないので、配信機材が省電、もっとはるかに省電力化しないと、も合わないと思います。明日福岡に着かないです、多分100キロあるらしいので、下関まで100キロなんて、ロードでなんか練習、人によっちゃ午前中にちょっと行って帰ってくるぐらいで100キロなんでしょうけども、距離じゃないから、旅行は距離じゃないから、いや距離でもいい、距離でもいいし距離じゃない場合もあるので、ん、何のバッテリー、飲み会ご飯までが仕事です、ん、宿は昼食、あ、夕食朝食付きです、です、ん、何したことが、あれかまぼこ、いや、あ、ハブダイナモか、ハブダイナモまで指定したのはなかったかもしれないですね。ん、それなりに昨日の宿のご飯はですね、ナポリタン、ナポリタン、あとサラダ用の野菜を
ごま油とで炒めて塩コショウしただけの大雑把なものでした。自分で作ったんですけど、うん、昨日の塾でした。うわ、今セブンがあったけどゴミ捨てるためだけに寄るのもあれなんで、やっぱり宿まで持っていこう。深く飲むと使われて疲れるか。なるほど、それもあるでしょうね。夕食配信の後にパスタ、あ、おかわりで食べましたよ。板餅液、あ、スープスパじゃなかったんですよ。ゴミ捨てだけによるのはちょっとなんか、そうに、それもよくないですよ。私の考えだと、セブンで買ったものはセブンに捨てる。これかって今止まんなかったな。これが板餅液。あー、またいい味出てますね、板餅液。あ、次は長門市駅。おっと、車来た。峰線です。この辺の下り無人ですね。あの、ホームに直に上がるタイプだ。若い時の、ん？ SL 走ってんのはツアーのだから、あれは山口線でしたっけ。確かあのツアーの通ってきた時には、今回ツアーのスタートだったんですけど、あの5月2日は走ってませんでした。5月3日から走、あの何日間か走る予定になってましたけどね。山口線ですよね。あ、新山口からか。なんか本当ですか、ここ。いや、錦帯橋は今回行かないです。錦帯橋はあのこの間10月だったかに行きました。去年の10月だったか11月、確か10月だったかな。お、長門市街あと2キロ、ゴールはとりあえず下関ですかね。セルフェイフソ、ん、何と何が同じ県で、うん、ミート自営業ってなんか矛盾してないか。ん？錦帯橋は、いや、自転車じゃ確か入れなかったはずです。徒歩ですよね。で、当たった反対側に有名なソフトクリーム屋さんがあるらしいんですけど、そっちには行かずに、私は当たらなかったですね、あれは。そう、錦帯橋は渡るお金かかりますよね、確か。ん？何を？で、今日結局またあの会社の部長さんからいろいろ情報をもらっときながら、朝、あの、結婚したら多分やめんじゃないかな、ソフトクリームですね。部長さんに午前中に今日はこのルートで走りますって言ったっきり、確かあの後メールチェックしたら、これこれのルート通ったらじゃあうちの近く通るねって言われたんですけど、それ完全無視したルートしちゃったな。そっちに行くと長門市までまっすぐ行けないんで、ん？結婚したら多分、まあでもその結婚した時の奥さん次第ですよね。ん？ 1.8km？ 関門トンネル 1.8km もありましたっけ。そんだけ、こんなに歩いたかな。そう、部長さんがちょっともう一回連絡しといたらよかったかな。でもなんか本当電波がないとこ通ってたりしてたっていうのはあんまり言い訳ならないな。結婚話、いや、盛り上がってないですよ、盛り上がってないですよ。橋の方はあれは確か鉄道、あれ、車も行けるんだっけ、早く結婚した方は。そうですね、そうですね。うん、諦めるというか、なんというか、未だにしようとしてない。うお、あー、惜しい。夕食してたら、いや、さすがにそれはないと思いますけどね。あー、ちょうど日が沈んだ。
大阪さんとはキャリアについてアドバイスしたりしました。綺麗ですね。今ちょうどあの沈んだところだった適当なパックンフラワーかよ。ちょうど日が暮れて、あの太陽の端っこがちらっと見えただけでした。隅に置けない、つまり真ん中に置く。ん、何がある、歩道があるっていうのは。もうそろそろ人が歩いてそうだから車道行きますか。ん、自転車がある、自転車があるとな。解消、解消ってどういう定義なんですかね。解消金ってことか、うん、自転車はそうですね。私は自転車のパーツ交換とか全然しない人間なんで、そっち方面のお金はかからないです。でも交通費かかってるな。何が強い、今回はあのこっちに来るのにいくらだっけ、2万だっけ。で福岡空港から羽田までが2万5000ぐらい、つまり 4,5 万かかってるんですよね、交通費だけで。そう、旅行費用。ん、最初のホイール、私は前後で2万のホイールでございます。今現在交換したばかりでございます。7万、うん、宿代含めたらそんなもんでしょうね。今回は野宿からスタートして宿2階のつもりだったんですけど、うん、あ、配信関係は PC7 万、ウェブカメラ1万、うん、あと毎月フォーマの代金が6700円だっけかかってたんですけど、 MNP 使って来月からは2000円台です。2年後までは月々2000いくらのはずです。ただしその MNP するにあたってお金かけてるから、端末買ったりトータル6万ぐらいの値引きを、その MNP の仕組みを使ってあの割引になった計算でございます。うん、その2000円を状態するまでに、ソフトバンクのプリペイド5000円で買って、 MNP の手数料も5000円ぐらいかかって、でドコモの端末代が1万か2万ぐらいして、で月々サポートっていう値引き分が将来2年間で10万分引かれて9万円、うん、もうちょっとかかってるかも。家の前、右折ここですか。ん、ドコモの端末はデータ通信のみです。メリハリ、いや、どうだろう、褒めるような内容ですかね。ん、何ができる、なんか、あ、データ通信端末が MNP できるかっていうと、それは確かできなくて、あ、もうすぐだな。今何時？ 6 時5、あ、もうすぐ7時か。なかなか宿に対して、7時か遅くなったら8時ぐらい着くと思いますっていうのに対して、いい時間に着きましたね。うん。ソフトバンクのプリペイドから私がやった時はできました。今はプリペイドの解約料金がかかるようになったんでしたっけ？それでできなくなってるような、で やっても重みがなくなってたような。そっち行くのか。ああ、長門市の表側って今の右折側だったのかな。うん、長門市の表側ってどっちだ。いや、もうすぐです。長門市海側なんですかね、内陸側なんですかね。この道の具合からして多分陸側の方が、つまりさっきのところ右折すれば表側だったのかな。3時間、一緒くらいですかね。うん、なかなかいい時間に着いた。うん、とりあえずじゃあ内陸側の方の駅の表を見て、でぐるっと回り込んで海側に行って、でそっちが宿です。うん、まだ明るいんでございます。何言ってんのか使ってるな。
秋吉台大変よろしかったです。秋吉台に着いた途端に天気が晴れて、うん、ご当地転換、あ、長門ですか、ん、延長されてない、まだこれからじゃないかな、あ、いやでも延長さっき動かなかったな、軽いです。ちょうど今海に沈む、あ、そうか、日没海、ちょっと海行ってみますか、海に行ったらまだ日が見えるかもしれない。日没がですね、確かあと 3,4 分のはず。秋吉台、そうですね、動画でも撮ったんで、うん、月が見えてます。あー、あとどこだ、海、あと前に見えてるあの山は何でしょうかね、気になるな。あ、確か長門市の海側に出っ張ったなんか名所があったはず、なんとか山ってあれだな、確かあの山海に出っ張ってるはず。あ、山の裏に、そうなんですか、見えない、ダメか、ダメか、あ、そっか、延長もしないと、延長もしないと、忙しいな。タンポポ山、あ、あれが海島ですか、そこが海、左側に、うん、海島なのか、あれがビーチ、いや、まっすぐ行った方が早いな。じゃあ信号待ちの間に延長、手動延長、手動延長、よし、ぴったり、金子みすず、ああ、戦艦とかの模型ですね、ジャカジャン、海だー。おしゅみさん、どういう言い方してたっけ。うん、駅はもう右手にありますね。長門のフィギュア、戦艦の方か、戦艦の方か。しまいにあったら困るな。あー、どうだ、もう沈んで見えないかな。どうやって寝泊まり、あの布団に横になったり寝袋に横になったりして、すいません、そう、私は春日の方のは見たことなくて、寝袋そうまで1回だけ、こんばんは、仰向け派、あ、本当だ、山が、山で見えない、山で夕日が見えない、お、階段だ、よいしょっと、ビッグ東海、あー、まあでも綺麗ですね、なかなかいい、ああ、もう沈んでるけど、いいですね、武蔵、おお、うん、港、漁港ですかね、ここは、向こうの山のてっぺんなんか鉄塔いっぱい立ってますね、さて、見るのが、あ、そっか、今通常配信だった、そういえば忘れてた、あ、山本武蔵、山邪魔、女体に見えます、画質重視に、あ、そうしようかな、あ、本当に山の、山がくっきりするだけではなんですけどね、だけではあるんですけどね。
これで GoPro も結構映像傾いてるんですよ。明日晴天、こっちの予報だったんですか、コメントで明日晴れっていうふうに教えてもらったのは。マクロスに行かないっす、あなたの方が。K20 ってなんだっけ、友情の星っていうのは K ないんだっけ。絶対落ちるなよ、下もいいですね。北九州、もう宿は近くなんですか。うん、宿もうこっから1キロぐらいだと思います。夕日の方が綺麗だよ。夕日の方が綺麗だ。んイカ釣り、あ、本当だ。むちゃくちゃ明るい、あの電球がいっぱいついてる。あ、フレーム来てますか。いや、夜釣り配信とかないです。私釣り属性持ってなくて。ナウシカ、うん、日が長いです。500m、 そこまで近いですか。何度目だ、あ、ありますね。あ、そうだ、512にしてもうちょっと画角狭めてみよう。ちょっとズーム、これで少しズームした感じに、あ、ありがとうございます。これで少しズームした感じですよね。こっちはあの水揚げ場ってやつですかね。大丈夫、うん、今日宿です。そう、男一人で旅行しております。波がものすごく穏やかですよね。港の中だけかな。じゃあ、どうしようかな。とりあえず駅見るか。船がおらんですね。いや、まだ静かなんですけど、なんか向こうで音聞こえるな。人いるのかな。あと、こんだけ静かだと棒読みの音が半分でも聞こえる。はっきりと。ご飯。そう、行かないと。あれ？これって、海の幸。何なんですかね。一泊二食5000円って言うと、仕事というか、結構作業の人が、長期滞在するような宿とは違うんでしょうかね。そう、七夕じゃないですか、これ。で、書いてあるのは、中高丸、甲信丸、幸丸、清丸。これ、なんですか？あ、大量のやつかな？なんかそういうやつですかね。日の出丸とか、いつのかちょっと、年とか付き合いてないですね。うん。大量ですかね。向こうに人。イカスミの跡ですか。黒い跡いっぱいあるけど、短冊を、え、刀、あ、なんとか丸がですかね。拳が入る豊丸、なんだっけ、競馬の騎手、かなりそうですね。こっち明るいです。そっちじゃない、こっち明るいです。朝、豊丸、ん？本当だって。とりあえず駅をちらっと見てから行こうと思うんですけどね。コイカですか。ああ、夕食に出るかもしれないな。まあ、食事配信は心ない皆さんのコメントが、食事提供してくれた人に、聞こえてしまったりするとよろしくないので、私も精神衛生上美味しく食べられなくなるので、宿配信の夕食配信はあんまりやらないですね。でも前、飯田 あのとても安いビジネスホテルというか、なんか民宿で、ビジネス民宿だっけ、ファミリー民宿だいうやつが、あの値段であの夕食すごかったな。陶飯焼きみたいなのもついて、うん、豊丸、あれ機種じゃないんでしたっけ。いや、すみません、リスナーというかニコ生の世界の、品位を私は一切信用しておりません。品位を
くり、うん、それもありますね。あ、そうそう、あの食事で、いや、あまり関係ないんですけど、これなんでこの白黒が、これはなんでこうなってるんですかね、全部自炊配信、そう、自炊配信というか、あの暴れ料理配信が、なんでかここの角が必ずこうなってる、なんで品は、そう、品をしておりません、非常に空気読めるの結構それありますよね。そうですか、うん、まあでもあまり期待して大したことないじゃんとかいう感じの、あの流れになると良くないから、結構なんか食事に関して心ないことをツイッターでも言いそうな人に心当たりあるし、お、今の雄たけびは何、いい子にゲートボールの人か、ゲートボールとキャッチボールじゃなくて、あれ一人キャッチボールか、あなただけは落としましょう、うん、飲み会の、うん、そうですね、スピーカー来て、うん、それもな、うん、これなら、うん、そうですね、これなら文句出まいという、トラストミー、ドントトラスト、うん、なんか壁に当ててやってましたね、2人いるんですけど2人とも別々に、1人壁キャッチボールを、うん、学習してるから、ボッチボール、あ、なんかうまいな、ボッチボール、信号右オバサティ、そう、それは私はさくら玉吉の漫画でしか知らないですよ、ネタを、元ネタを知らずに、ひとり様、止まりましたか、止まりましたか、ん、ピカード館長がドントトラストオーバーサーティー言ったわけじゃないですよね、あの人どう見てもサーティー以上だし、そうそう、ちょんぐれん漫画、あれ本当に野球の練習というのでやってるんですかね、遊びとしてではなくて、そうですか、スタートレックです。ちなみにですね、私あの山梨県身延線の、山梨県の、あ、トラストミーか、ピカール、山梨県の身延線の身延駅で、あの和製ピカード館長見ましたよ、うわこの人ピカード館長に似てるって思いました、あの駅であのネロさんって人とあの自転車組み立てたら、明るいですたら、あのピカード館長そっくりな、なんかおじいさんが2人やってきて、なんか駅の人みたいなんですけど、駅員さんなのか駅関係の作業やってる人なのか、耳が、いや、なんか顔の作りがですね、すんごいピカード館長っぽかったんですよ。うわ、ピカード館長だと思って。ここら辺、そう、ジャンリュック、ピカード。長門市駅の近くです。もうすぐ、これ駅前ではあるんですけど、裏側じゃないですかね。繁華街じゃない方じゃないのかな。でも、洋の滝とかあるな。感じに、そう、堀が深かったです、その人も。原宿に戻すボタンはアカウント設定の一番下にあります。私は自力で発見しました。ん、仙崎への一駅路線仙崎ってあれか、さっきの海の方に出っ張ってるとこですよね、仙崎、うん、宿配信、まあ10時ぐらいだと思います。あ、意外と表っぽいですね。じゃあこっちだけでいいや、うって、乗り潰す、潰しますか、潰しますか、あ、割と表っぽいですね、ロータリーあるし、
魚放浪記よ。電車も黄色い。電車黄色いですよ。これはどこまで入ってんだ。キャバクラ、いざキャバクラ。ん、これを見るときは何が辛い。そこは放浪記。それが黄色いやつですね。陸中。あ、え、陸中って陸中海岸の陸中じゃん。電車黄色いんですけど、あっちで動いてるやつは赤いやつと銀色に赤青島のやつです。あ、ダメだ。西武線、西武線真っ黄色じゃないですか。ん？旅配信者。友達、友達からお願いします。うん、ディーゼルカーですね。音でわかる。さすがに、さすがの鉄道に詳しくない私でも。飲食にでそんな。ん？綱島なんとかっていうのどこでしたっけ？山陰本線の支線が、あ、このホームか、仙崎行きは。何でも黄色い。いいのかな？電線、うん、ないですね。ん？うん。ハクビ線ってのもこの近くなんですかね。よし、じゃあとりあえず駅を押さえた。ここが長門市駅でございます。本当になんかのターミナル駅って、ターミナル的な感じがしますね。ここは長門市駅。うん、もうこっちも日が暮れました。米子と岡山か。ハクビ線で、あの 赤い車両がですね、なんか日に焼けた朱色みたいな感じなんですよね。日に焼けた赤かな。今日の食料は宿でございます。そうですね、19時。あ、今交番の中から警官の人がうさんくさそうな目でこっちずっと見てた。なんか一人で指さしたりいろいろやってたから、交番の中から見られてた思いっきり。なんか若い警官の人がなんか口尖らした感じでこっち見てました。で見た、そっちを見たところで目そらされました。まあ注意しますよね。あ、これ線路渡るやつか。歩道橋がこんなところから。いや、まあ中から見られただけで。やった。キハ40ってやつですか。コンビニ P1 駅横店。あ、ステーションホテル、さっきこれあのさくらさんに教えてもらった2つ目の宿だ。ここいっぱいだったんですよね。もうさあ今ん、俯瞰で浮かんでて、で、ちょっと、すみません、宿の場所、宿の場所は多分この左に入ったところだと思うんですけどね。夕ご飯、いや、ちょっとそれは、あ、やばい、3% からでも減ってないな。宿は、検索で、民宿大海、民宿と、あと青い、青海でいいや。青、海。行けばいいのに。うん、めしなしなしです。明日は福岡に多分着かないです。うん、夕飯ツイッターです。ちょっと待って。あれ？なんでステーションホテルが出るんだ。こっちか。宿配信夜10時頃です。映ってる、これ。旅館なんて書いてある。これ旅館としか書いてない。あ、三和旅館って書いてある。うん、福岡に入ったらちょっと、うん、そうですね、電車で行くかもしれないです。これ正面に行って、あの向こうに見えてる交差点右の角のとこだ。焼き鳥コウモリ。ん？
5時からに無理。千人ありがとうございます。また混んだら問題あると思う。コウモリの焼き鳥って鳥じゃないじゃん。コウモリ哺乳類じゃないですか。焼き鳥なのに。そうなんかで、それですね、そこの細長い建物ですね。勝ち込む、細長い。お願いするか。大衆旅館って書いてあるの珍しいな。大衆食堂じゃなくて大衆旅館。ここですね。じゃあ本当遅いですね。部屋数はしょぼいとか言うな。じゃあここで配信を止めます。雰囲気よいしょ。タリウムの質が10個、あ、10個もあるんだ、この中に。持って、あ、そうそう、治りました。治りました。ありがとうございました。しょぼいとか言うな。よし。じゃあ、これで、ありがとうございました。じゃあ、これで終わります。ありがとうございます。じゃあ、まあ、夜8時、10時ぐらいにやると思いますんで、お疲れ様です。よし、これ終わらせてもですね、コメントは最後に一気に来るので読み上げに時間かかるんですよ。あと変なこと書く人も、最後に残していく人もいる。ツイッターご飯します。うん、割と余裕つきましたね。洗いを終了しました。で、まだあるか。ありがとうございます。ランクインしました。このタイミングで出るのか。すぐはできません。じゃあ、GoPro の方も止めます。あ、最後にタイミング合わせるか。これ映るかな、暗くて。で、スタート。